93年グループ A レース最終戦インターテックでカルソニックスカイラインはポールを獲得。グループ A 最後のレースとなる決勝はフルブーストで戦うこととなった。しかし星野選手のグループ A はこの瞬間から時が止まったままに。グループ A レースが終了して9年、あのカルソニックスカイラインが見事によみがえった。残された新品パーツを可能な限り使い当時の性能を取り戻した R32GTR グループ A 仕様。星野選手の強烈な走りを再現するのにこれほど似合うマシンはない。使うパーツも当時のものなら、組み上げたメカニックも当時のスタッフという完璧な組み合わせで再生。アナログの GTR 専用タコメーターなど、現在のデジタル化されたレーシングカーにはないグループ A マシン独特の雰囲気が伝わってくる。星野選手にとって R32GTR グループ A 仕様とはどんなマシンだったのだろうか。もう強烈的なデビューでね、僕なんか個人的に4駆はダメだと思ってたんですけど、その4駆の素晴らしさ、例えば600馬力700馬力あるのが4本のタイヤで分散してパワーかかるわけですよね。摩耗から何から全て、4駆のその驚異的なその速さに、びっくりしたくらいでね。スカイラインの星野っていうのが一番あそこで異名がついた、僕にとってはずっと今でもこの年まで、18歳から、55歳までスカイラインっていうそのあれで来ましたから、ね、その中でも3人が一番、印象深いですね。グループ A GTR といえばこの2人も忘れられない存在だ。本当に昔良き時代だったなと。それでやはり星野君がここまでね、やはりずっと頑張ってきてくれて嬉しかったなって感じがするんですよね。当時はね、サスペンションのアップライトっていうのはね、マグネシウムなんですよ。でそのままだからね、もうちょっとコーナーではね危ないんですよ。ストレートだけは全開でいきますけど。伝説のグループ A レースが時を超えて再び始まる。不完全燃焼のまま終わった星野選手の勝利への思いに今火がつこうとしている。ローリングスタートから一気に加速。予選ブーストで650馬力、 RB26DETT の驚異の速さがよみがえる。星野選手自身、完璧な新車と言っていいと語った復活カルソニックスカイライン。その全性能を引き出すべく渾身のアタックに入った。
全力で走るグループ A GTR をファンに見せたい。ウエット路面にもかかわらず熱い走りを見せつけた星野選手、他のマシンを大きく引き離しトップを快走する姿はまさに星野パターンの再現。カルソニックスカイラインの圧倒的な速さも音も現役当時そのもの。見守るファンはその迫力に酔いしれた。グループエッド速いですよ。ストレートね305キロぐらい出るんですよ。GT と違ってね、ダウンホースがないからね、1コーナー手前あたりでね、300キロぐらいふわーっと浮いてくるんですよ。これが何とも言えないね、スリルがあってね。それからブレーキングでしょ、面白いです。この日最後のカテゴリー混走模擬レースに星野選手は現役最後のレースを戦った VQ エンジン搭載の R34 スカイラインで出場。実戦同様のレーシングスピードで走る星野選手と GT マシンが見られる最後のシーンとなった。本山選手を引き連れトップを走る。まだやれると思う自らの気持ちを試すかのようにアクセルを踏む。愛弟子本山選手の口から本音が出るほど星野選手は燃えていた。残された周回を楽しむのではなく、速さを追求するレーシングドライバーの本能のままマシンの限界を極める。箱須賀に始まりスカイラインと共に歩んできた星野選手のドライバー人生、そのラストもやはり青いスカイラインが締めくくった。
80年代初頭、富士スーパーシルエットレースで活躍したシルビアターボ。スカイライン、ブルーバードとともにファンに絶大な人気を誇った。ボディデザインは他の2台と同じくムーンクラフトが担当。市販車と同じパーツはフロントウィンドウとルーフだけという、まさにシルエットフォーミュラーと呼ぶにふさわしい過激なマシンだった。エンジンは LZ20B ターボ、当時の F1 をも上回る570馬力を発揮。シャシーはスチールパイプとアルミモノコックフレームで構成されたセミモノコック構造。 GT マシンの祖先ともいえるこのスーパーシルエット、当時の人気ぶりとは。もう強烈なその火を吹いてね、シフトダウンシフトアップで火が出て、まあターボで速いわけですよね。ですからあれがその今の GT につながるくらいのね、ものすごいそのフォミュラーと違ったね、ユーザーファンをね熱狂させたような火付け役だったと思いますね。そういう意味でやっぱ印象深いですね。引退からおよそ20年、2000年のスカイラインスーパーシルエットに続き奇跡の復活を遂げたシルビアターボ。一世を風靡した2台のグループ5マシンの走りは、往年の日産ファンにとってこの上ないプレゼントとなった。1200馬力を誇ったグループ C カーも、星野選手の功績を語る上でなくてはならない存在。星野選手と日産グループ C カーは海外でも活躍。90年にはルマン5位入賞、92年、デイトナー24時間では日本車として初の総合優勝を果たしている。ルマンでの最高速は400キロに迫る。コーナーよりストレートが怖いと言わしめた怪物マシンも、星野選手の栄光とともに歴史の1ページへと走り去っていった。星さんは、長い間、あんまり言いたくないんですけど、まあ、一応区切りとして、ご苦労さまでした。まあ本当にいろんなことを、ね、アドバイスしていただいて、叱咤激励していただいて、ここまで育てていただきました。本当にありがとうございました。熱い走りというんですか、全開走行が見れて、久々に星野和義ここにありという、なんかちょっとこう寂しいような、まだまだ星野さんがやれるんじゃないか、ね、ここで踏みとどまってやっぱりレースやるよって言うんじゃないかなっていう、なんかそんなね、F3000 らしいなんか特に感じました。ちょっと寂しいですよね、星野さんに追いつけ追い越せっていう、星野さんと一緒に走れるっていうことがやっぱこう我々の夢だったんでね。でもやっぱりいつかはね、誰でもレーシングドライバーっていうのはスポーツ選手を降りる時が来ますからね、やっぱりああいう風にかっこよくやめたいなってね、僕も思います。本当に星野さん長い間お疲れ様でした。かっこよかったです。フィナーレ、雨の上がったコースを全車がライトオンでパレードする。98年ルマン3位入賞を果たした思い出の R390 に乗り、
ドライバー人生のゴールに向け、星野選手ラストラン。湧き上がる星のコール、ヘルメットを脱いだその目が心なしか潤んでいた。この伝統を絶やさないようにいろいろ努力してまいりたいと思いますので、ぜひこれからもファンの皆様方の絶大なご支援をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。最後に星野選手、本当にどうもお疲れ様でした。皆さんどうぞ盛大な拍手を。4万9000のファンが最後の声援。まあ僕には人生大事とったら何もないし、いろんな意地あると思うんですけど、まあ、レースは頑張っていきたいと思うし、これは皆さんの、そのこれまでお世話になったことを、ね、誰かお返しできれば、全てお手伝いさせていただきながら、これからの人生を頑張っていきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。ニスモフェスティバルアットフィスコ2002。この日熱く熱く燃えた男のドラマが歴史の1ページに加わった。